Welcome to シビチャンネル。どうもシビです。今回開封レビューしていくのはこちら、プロフェッショナルレコーディングマイクロフォン3です。まあ簡単に言うとマイクスタンドですね。可変式の可動式の駆動式のマイクスタンドです。というのもですね、私実況プレイとかいろいろマイクを使うことがですね多いんです。以前はこのソニーの ECM の PCV80U を使っていたんです。ただ壊れまして、壊れちゃってそれを修理に出したんですけど、修理から帰ってきてもなんか動かないというですね、おい修理できてねえじゃん、まあだけどもうなんかもう一回クレーム出すのもなんかいいやってんで、もう他に変えたんです。マイクの質自体は非常にですね、別に良かったですよ。ソニーのはこれも良かったんですけども、これに変えたんです。オーディオテクニカの ATX11 に変えたんですね。こういう形で2本あるんですけども、これパッと見で大きさが違うじゃないですか。まあ、その通りですね、こっちの方がマイクとしての収音とか感度がいいんです。めちゃめちゃいいんです、こっちの感度が。こっちは感度が逆に悪い、で何が起こっていたかっていうと、私はこっちが最初だったんでそれが当たり前だと思っていたんですが、机の上で要はゲームをやりながらキーボードを打ちながらマイクを取って、こういう形でキーボードをここにあってマイクをっていう形で取ってたんです。スタンド、普通のスタンドを使ってね。それでも問題なかったんですが、こいつが壊れました。でこっちに変えましたと。こうなった時に何が起こるかっていうと、そのキーボードを打つ振動音をこいつは拾っちゃうんです。こいつは拾わなかったんです。振動をそのまんま読み込んで音になっちゃうんです、こいつは。だから例えばキーボード、これがキーボードですっていう時にこういう形でやってると、ガコン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 になるわけですよ。カタ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 じゃないんです、振動音なんで。カタって言うとここが揺れるじゃないですか。こう揺れるんですよね。この揺れるのをこいつが取ってボコっていう感じの音になっちゃうんです。なんで私の最近というか2015年の7月とか6月7月ぐらいの実況プレイとかを見ていただくと分かるんですけども、時々ボコッとかいう音が入ってるんです。ボコバカッとかいうですね、そういう音が入ってるのは、それはこのだけのをこいつが拾っちゃってるんです。これがそれを解決するためにどうしようかって考えたんですけども、こういう形でソニーのあるんです、スタンドがね。こういう形でこれで刺しますとね、これでこいつは拾わなかったんです。本当に拾わなかったんですよ、こいつは。だから低感度なんですよ。だからゲーム実況には意外いいんです、こいつは。ただ割と壊れますから。ただそういう一長一短です。こいつはすごく歌ってみたとかそういうのにいいんです。高感度で非常に音をよく拾うからいいんですけど、ゲーム実況に考えてこう机の上でこうやりますっていうなった時にめっちゃ拾うんですよ、この音。それが今の私の中での緊急課題で、じゃあどうしようかってなった時に、じゃあもっとしっかりしてるマイクスタンドを買おうかっていうのをガツッというのを買ったわけですよ。こんなね重いやつを買ったんです。でこういう形でやりましょう、やりましたって言ってやったんですね。こういう形でガガッとやったんですけど、振動はこいつは吸収してくれなかったんで、結局打鍵も出てくるっていうので、失敗。じゃあ実際にキーボードこれだとしてここに置く距離がまずいんじゃねっていうんで、実際にキーボードここで、すごく遠くしたんです、マイクの位置を。そしたら今度は声が小さいですねって言われて、いやそりゃそうですよねって。それはそうですよ、マイク遠いですもんっていう、もうって感じですね。ね、で今度トークするじゃないですか。トークすると私の声が遠くなるのとプラスしてスピーカーから流してるんですけども、スピーカーの音もこいつが拾うようになっちゃって、なんか例えばゲームとかのキャラクターが喋るじゃないですか、オースティーブとか言うとそれがエコー入るんです。オースティーブ、オースティーブみたいな感じですね、二重エコー入ってですね、本来の声優さんの声とはちょっと違う感じになっちゃって、もうどうしようみたいなですね。もうなんかね、じゃあもうこいつまた買うかと、また買うかっていうぐらいに考えたんですけど、だけど壊れるしなーっていうんで、ちょっとそれは嫌だと。じゃあそれ以外にどうするかって言って、はい長い前置きですけれども、ここです。そう、可動式の
これ振動が伝わらないようにすればいいだけだろこの野郎この野郎この野郎っていう若干 半切れ状態で、じゃあ空から吊るせばいいんだ外から吊るせばいいんだっていうんで今回これを試しにめっちゃ安かったんで試しですでレビュー見たらもうすぐ壊れましたとかっていう話もあったんでもしこれが壊れたらもう最悪こっちに戻しますよ、結構重量が耐えられなかったとかっていうのを聞いたんでその時はもう諦めます諦めます、ただやってやろうじゃねえかっていう感じですね、そんな長くなりましたけどもそういう流れがあって、今配信環境を整えている最中でございます。中国語パッケージです。赤そう赤いんです。これ 5色あって黒白、黒白赤黄色緑かなの青かな緑か青かどっちか忘れましたけどもがあって5色あるんです。その中の私は赤を選びました。本当はあの黒とかの方が安かったんですけどもちょっと500円ぐらいの人だったら赤選ぶかみたいなもう赤に行きました。もうこれだけです。シンプルでしょ。だからこれが脆いっていうんで、確かに脆そうです。ポキッといっちゃうパターンですよね。爆発はしないでくれよ中国製みたいなこれ爆発する要素はないはずだから、爆発はしないと思うんでそこは大丈夫かなみたいな、まあ、エレベーター某エレベーターみたいにそこが抜けるとかっていうことも私の環境だからそこはそれはないはずなんで、うおこれだけですよ。これ刺すだけだ。ここにマイクを刺すんだよね、これね。今ちょっと考え中なんですけど。怖い。はい。オッケー。赤です。まあ。メッキですけどこういう形で、まあ、強度の問題なんですけどここの辺を少しなんかやったらいい。だから締め直したらいいんじゃねって感じですね。このここがなんか弱いよみたいな話があったんでこっちじゃなくてこっち側を締め直したらいいんじゃねみたいなペンチで、もう安かろうで仕方ないからそういうのは自分でやるしかないですよ。最悪自分で吊るすかみたいな感じで考えたんですけどちょっとその工具も結局買った方が安いよってな話なんで、これをねやるだけでしょ。あとはこのクランチどこにつけるか。だから今このここの机の上にやったらその振動は結局こいつにつながるわけですよ。だからダメなんです。この机以外のところから持ってこなきゃいけない。それを今考えなきゃいけないんですけども、まあそういう形でこれ2015年のいつやろ、何がしかな2015年の8月10日ぐらいなんですね。それ以降のまあ9月2015年の9月以降ぐらいからの実況プレイはこいつを使ってくると思うんですよ。まあストックがあるんでね、そうなった時にどうなるか、こうやってね実況プレイも意外と環境を整えるの大変です。なので、一つ一つ問題をしていかなきゃいけないんですが、まあ、やっぱり、せっかくだから聞いて、気持ちいい声ってなんだ。聞いてほしいんですよ。やっぱりね、喋ってるんで、やっぱりどうしても聞いてほしい。私としては実況者としてはそれが思いがあるので、まあ、今回こういう形でやりましたんでよかったら実況プレイチャンネル登録ですねしてみてください、今回こういう形であとは実際にどうなるかっていうのはまあ、私が実況プレイや生放送の方で折れちったとか爆発したとか言ってるかもしれないですけど、まあ、それはそれでとりあえず現時点ではレビューはね、
使ってみたレビューに関してはしばらく時間をかかるとわかんないんで、やっぱ耐久性の部分はそんなに高くないと思うんです、正直。作りが安っぽいというか、まあすごくシンプルなので、その辺は仕方ないのかなという感じであります。はい、購入させるんでね、ちょっとそれで今日から私は試してみようと思います。そんな感じでございました。今回は片目ちょっとよくわかんないんですけど、マイクスタンドですね、Amazon でマイクスタンド、まあもしくはリンク貼っときますんで、よかったら動画説明見てみてください。Amazon で、マイクスタンドの可変式で、まあレビューそこそこ見て、まあ悪いレビューもある、この手のは本当に悪いレビューといいレビューが混在してるんですよ。なんでちょっといろいろと見てみて、選びました。そんな感じでございました。そしたらね、まあこういう形でいろいろやってきますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。また次回お会いしましょう。